はようございます。オッケー、おはようございます。ちょっとそうですね。オッケーです。はい。ちょっと鏡ながらということですけど、もうちょい上にしたらこうパッてなりますよね。はい。オッケーです。バッチリされてます。近いっすね。まあ、近いといえばやっぱ昔阪神タイガースにいた背番号、51番坪井智近を思い出しますけども、まあ、やっぱりね、振り子打法っていうのは、まあ、一郎が発案して、そこから、いろいろこう、日本の、まあ、少年たちも真似してたわけじゃないですか。まあ、それで3割以上打った人っていうと、やっぱり、元ね、阪神タイガース51番、坪井智近だと思うんでね、まあ、こういう近い放送もやっていこうということです。それでは、振り子打法で参りましょう。田倉ヒルの突っ込ませていただきます。捕まりましたね。とうとう靖国神社が爆発した犯人がね、もうほんまのおかしいやろ頭がということですけども、まあ、要は国を爆破されたって言っても過言ではないですけども、まあ爆破してね、まあ一回やっぱ日本の法律ってまあ言うのは、まあ、ちょっと深く話すと、まあ、日本で犯罪を犯しましたっていう人がもし外国の人やったとしたら、その人が外国に帰ったら、まあ、いちいちちょっと通さなあかんわけですよ、上を。まあ、要はローソンで万引きしました。で、万引き成功しました。でも、後々バレましたって言ったら、まあ、警察を通してローソンに行ったりとかっていうので、まあ、上を通さなあかんわけですよ。で、いちいちその上を通すのはめんどくさい。まあ、ましてや、まあ、対立国っていうのもありますから、まあ、上を通すのもめんどくさかったなっていうことで、日本もちょっとこう、あたふたしてたわけなんですけども、まさかその犯人がもう一回入国するという、大事件が、起きまして、その理由が、靖国神社をもう一度見たかったからという理由で、ちょっとよく意味のわからない感じです、ございましたけども、ふざけんなよということですよね。まあ、まあ、見してなかったと思いますけども、まあ、僕のこのね、財布があるんですけど、まあ、このね、某ジミーの中さんの、うるさいな、お前。黙れよ、お前。今日おもろいなって、いつもおもろいっちゅうねん、お前。うるさいっちゅうねん。いちいち言わんでええっちゅうねん、そんな。ジェントリー国？まあ、国ですよ。まあ、うちなんて。はい。まあ、国でございますけども。まあまあまあ、そういうね、いろいろこう、まあ、この昨今言われてますけども、まあね、今やったイスラム国とか、まあ、何かしらね、まあ、国とつけたがる、まあ、この気持ちもわかりますよ。まあ、国と言われたら、まあ、やっぱ日本でしょうということですけども。まあ、僕はね、ちょっと本名が映っちゃうんでちょっと微妙ですけど、まあ、僕はこれをね、持ってるんで見てください、これ、靖国神社の会員証でございますよ、はい。まあ、僕はお金を納めてるんで、あそこの神社に、まあ、要は自分が買った家、今後そうです、結婚するでしょ、お前らみたいな、まあ、こんなね深夜に俺の番組見るアホどももう結婚するわけですよ。結婚した時に、じゃあ一軒家を買いました。まあ、一軒家全部爆破されなくてもいいですけど、まあ、一軒家のじゃあ玄関、爆弾で爆破されました。怒るやろ、そんな。怒るに決まってるやん、そんな。そういうことですよ。僕からしたらそういうことなんですよ。このカードを持ってるってことは。わかりますか？もう一回見せようか。これです。これや。わかるか？これや。ボケ。ゼロ戦俺見放題やからな、いつも。お前。ゼロ戦が見放題やねん。わかるかお前、三菱重工ゼロ戦闘機が見放題のお前、これって。わかるかお前。っていうことでございますけども。はい。いや、これがじゃあ犯人が日本人だとて、僕はバチ切れしますよ。バチ切れしますよ、そんな。ふざけんなよって思いますよ。そういうね、なんか、わかってないよね。こうやっていいこととやったらあかんこと、わかるとかって昔先生とか言われたと思うんだけど、まさにやっていいことと悪いことの区別がつかない人だよね。こういう人たちって。うん、俺別にまあ、人の命が尊いとか、ま、いろいろあると思うんだけど、じゃあ飛行機乗ってました。じゃあ自分が爆弾背負ってました。じゃあ爆破しました。じゃあ50人以上死にました。より俺は罪が重いと思う。うん。
じゃないとおかしいと思うよ。ここに批判の声が上がらない日本国っていうのは、俺はおかしいなと思います。はい。会費いくら？会費5万です。はい。5万です。はい。5万です。まあね、まあ、僕指名してくれる女の子には申し訳ないですけど、じゃあ、レイ君のためにシャンパンおろすよってお金が、もしかして靖国神社に回ってるかもしれへんっていうことだって覚えてくれたらいいかなと思います。はい。お前、皇太子くんってお前、ふざけてんのか、お前、お前。カカオトーク、お前。カカオトークってもともと韓国の人たちが発信したやつやから、もうやめて、今はもうリアルタイムそれやめとけっていう感じだけどな、ほんまに。まあ、そんなこんなですけども、クリスマス前ですよね。まあ、このクリスマス前、まあ、やっぱりこのネオンが眩しいですよね。まあ、ネオンが眩しい。まあ、そのネオンを見て、寂しい気持ちになったりとか、彼氏がいない、彼女がいない人たちが、まあ、心情が燃え上がるっていうのは、まあ、わからんでもないですけども、まあ、それ以上に、光に俺たちは包まれてるんだよっていうことを分かった方がいいかなと思いますよね。まあ、昔の人、まあ、先人の人の話になりますけども、まあ、じゃあ、無人島、まあ、要は人がいない、明かりもない、火もない、まして今、クーラーも暖房もない生活してた人たちが、光を見た瞬間に、わー光だーって思う気持ちと、俺らがアホみたいに彼氏彼女がいないって思って街のネオンを見て寂しいってなった人たちの気持ち、じゃあどっちが重たいかって言ったら昔の人たちも重たいわけですよ。なのにお前たちはそういうことをいちいちツイッター、ましてはタイムラインとかにね、ネオンの写メばっか貼ってアホみたいに、アホの一つ覚えみたいな、まあアホやなと思いますよね。僕そういう人たちって、昔お前100年前にタイムスリップせえって僕はほんまに思いますよね。うん、光のない時代に。だから甘えてるんですよ、俺は。うん。ほんま甘えてると思いますよ。ルイはしたことあるの？何がですか？オナニーですか？週3でします。ルイは光なくても生きれるの？まあまあ無理でしょう。無理でしょう。うん。無理だと思います。無理です。ウケる、クリボッチ。でもね、この時期多いと思うんですけど、メリークリスマスのことメリークリトリスってちょっと面白く言ってくる人いるでしょう。もう多いと思うんですよね。あれもね、もうやめた方がいいですよね。そろそろ思んないですよね。うん、そろそろ面白くないと思います。天皇が昨日つぶやいとったわ。天皇の誕生日クリスマスだからプレゼント2個もらう。お前ふざけんなよ、お前。俺12月お前23日お前ふざけんなよ、お前ボケ、お前ボケ、こらふざけとんな。うちはあのクリスマスイベントやってないんで、その日、はい、まあ、僕は代表ってこともありますけども、はい、そういう風に裏で操作してるんで、まあ自由に皆さん分かっておいてくれたらなと思います。その日は日本国旗に包まれる日だよということですよね。はい、本当に思ってますよね。でもね、なんか最近ね、このまあ正直ですけど、僕もね、この前のなにわ男子会ね、こうナイトチューブでやらせてもらったんですけども、まあ、やっぱりこうやって、まあ、ホスト業界に携わる何年もいる方たちとね、ちょっと喋らせていただいたんですけども、まあ、ショッツさんもそうですけど、まあ、やっぱこの今かっこいいって言われてる人と昔かっこいいって言われてる人ってもうほんま正反対やなっていうことは思いましたね。人間味で売ってた時代と、その前にはやっぱりメディアで売ってた時代とかいろいろな時代があったと思うんですけど、今はほんまに顔面の時代やなって僕は、痛感させられたなと思いますよね。まあそれはね、男女ともにですけど、まあ女の子がまあちょっと美形がいいと言いますか、二次元の顔がいいっていうことになってきたのかなという感じですよね。どんどんかやっぱり方向変わっていって、まあ三代目の人たち、まあちょっと眉毛太くて色黒くて筋肉があって男らしいっていう風にもなっていくと思うんですけども、まあ、中身を見てほしいなと僕はちょっと本当に思いましたよね。はい。僕はでもトークだと思いますよね。トークとかノリ、あとはもう雰囲気だと思います。三代目って Y 組の？ Y 組って何すか？ Y 組？顔面偏差値、久々に聞いたの、顔面偏差値。顔面偏差値高い、低いとかあったもんね。山口。お前ほんま禁止ワード、お前どんどん掘り込んでくんな、お前は。
お前さすがやな、ほんまふざけんなよ、ほんま禁止ワードをどんどん掘り込んでくるな。顔で指名したら失敗する、顔で指名しても失敗するかしないかは、まあ、自分次第みたいなとこあると思うんですよね。うん、まあそれは言い訳かなと思う、結果論ですよね、正直言うと。うん、顔で示して失敗したっていうのも多分やけど、さらに一歩奥を求めすぎてるのかなと思います。あまり深くは言わないですけど、さらに一歩奥を求めすぎてるってことですよね。天皇今らしをお前もうふざけんなよ、ほんまお前どっち側やねん、しかも今らしを好きってされる方かする方かどっち側やねん、それだけ答えてくるよお前。それによって俺がバチ切れするからな。大阪帰っといて、大阪ね、まあ、帰ってますよ。先週も帰りましたし、まあ、いつも僕帰ってるんで、はい。まあ、あれですけども。自分次第なの。自分次第。何事も自分次第と思いますよ。うん。あまりとやかく言うよりかは、うん、自分次第、自分に非があるんじゃないかなって思わないと、ダメだと思いますけども。最近多いね、ほんまに。ほんまに多い、最近。人のせいにする人。宝塚で、よく言われるのね、ブスの論理とかあんねんな。ブスの論理、モテる論理とか。読んだ方がいいなと思う。なんか自分に非があんのに、人のせいにする人って、ほんまに残念やなと思いますけど。天皇の LINE ID は天皇、平成。お前、ふざけんなよ、ほんま。お前好きやな、ほんま。いつもそうやって。いつもそうやってやる感じ好きやな、ほんま。あかね？あかねって誰？あかねの彼氏やろ。あかねの彼氏やんな。あかねって誰？あかね、キツオ？キツオ見てたよ、俺。翼とあかねが、あれやんな、いい感じやってんな。見てた、見てた、見てた。あかねはルイの彼女、かわいい。あかねちゃんっていう子はね、俺、彼女じゃないですよ。断言しますけど。まあ、なんならここに書いておいてもらってもいいですけど。あかねちゃんっていう子と僕、付き合ったことあります。でも、それもキッズ王が影響あったのかな。ほんまにキッズ王を見てて、あかねちゃんっていう名前が可愛くて、で、あかねちゃんと俺、付き合ったことありますね、一回。うん。それ以外、一切ないです。断言します。一切ないです！確かキッズ王は妊娠したんだっけ。キッズ王のね、ケンイチ君っていたでしょ、ヒロシのお兄ちゃんかなが、僕の中学校の横の中学校に通ってたんですよ。で、今、これ言っていいんかな分からへんけど、沢尻エリカと付き合ってました。当時、売れてない沢尻エリカと。はい。で、沢尻エリカって名前は僕は知ってましたね、ずっと。キッズ王のケンイチと沢尻エリカ付き合ってましたね。はい。沢尻インスタやってるよね、今だけ。今だけやってんの？沢尻インスタってなんかおもろいね、この文明。沢尻インスタっておもろいね。沢尻インスタ。タスンにリザワサやな、ほんまな。はい、僕全部やってます。インスタグラム、フェイスブック、ツイッター、拝見で、アメーバのね。メディアにはどんどん出していこうということでやってます。あと LINE アットの方もジェントリー東京やり始めたんで、 LINE アットでジェントリー東京と調べていただけたら嬉しいでございます。全然追加してください。イベント告知とか、あとは限定ブランデーとか、あとナンバー発表、ラスト発表とかも、随時更新してるんで、よかったら追加してください、お願いします。あと天皇陛下の情報も、僕も更新しようかなと思ってるんで、よかったら見てください。お願いします。今日いっぱいヘルプついてくれ、楽しかったよ、ジェントリー国。ありがとうございます。今日ありがとうございました。見てくれてありがとうございます。まだ起きてんの？大丈夫？寝なあかんのちゃん。明日仕事？いけるかな？大丈夫かな？はい、ということで、一旦 CM 参ります。それでは、万歳！
経験者大募集。世界一幸せにはできないかもしれないけど、俺が一生笑わせるから。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク。イオンインク。はいはいということですね。まあ よっしゃー、よし、これ知ってた、萌え袖っていうの知ってた、これよくやるやん、女子とかが。俺嫌いやってんな、昔あのこの高校生とかの時に女子がこうやってセーター着てこうわざとらしくこうやるやつな、嫌いやってんけど、こう萌え袖ね。でも最近流行ってんだよね。ちょっと一昔前、2、3年前ぐらいだったら、このホストも長いシャツ着てたね。長いシャツで指入るやつとかさ。で、ちょっとここら辺でやってやってたけど、今あんま流行ってないから、どうなんかなと思いますけど。萌え袖というらしいです。はい。よろしくお願いします。萌え袖です、ございます。手袋の指切れてるやつって何の意味あるん？手袋に指切れてる、あれ？ここだけ第二関節から見えたやつ、あ、第一関節か、あれはあのドッジボール用でしょ、本来はドッジボール用です。釣りに必要なんじゃない、釣りに必要、あ、釣りに、だって釣りって釣り竿持つだけでしょ、別にその指使う釣り竿持つ違いますよ、全然ドッジボール用です、あれ。ドッジボール用何言ってんのかな、分からん。そうそうそう、どっち断片ってお前ら知ってるか、漫画でどっち断片の主人公、まあ、検索してみ、 Google であれつけてるから、あれここから発信したから、あれを見た手袋会社が、あ、断片くんのつけてる指手袋かっこいいな、あ、じゃあ指切ろうかなみたいなとこから発信したから、それだけお願いします。そういうことですよ、うん、そうそうそうらしいけどね、ほんまにつけてるでしょ。でもこれドッジボールのチとジ、あとまあいろいろあるよね。このシっていうカタカナとチの点々、これよく間違えるやんか。あれちょっと一回統制した方がいいよね。日本でも。どっちか消した方がいいかなと思うけど。うん。もうややこしいよね。ややこしい。もうジっていう字はもう、J か Z か、ジェントリーもなんかどっちでもいいねんけど、もういつも間違えるんですよ、あれ。よく。ジェントリーの D がまず R なのか L なのかっていうとこ間違えられるし。もう俺はいち早く名前を変えたいんですけど、まあまあそうもね、いかないでございますから、大変な言葉のね、このあやを、直しているわけですけども。どっちやろ、いや、チに点々でしょ。え、チに点々やな、ドッジボールは。ドッジボール。ドッジボール。うん、チに点々だと思いますよ。ドッジ、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 うん、多分そうやと思う。まあ、ドッジボール、うん。お前、大日本帝国を、こうやって、簡単に言ってはいけないんかなと思いますけどね。うん。お前、ほんまふざけんなよと思いますよね。うん。まあ、ほんまに敗戦に特者、でございますけど、クラブ大日本帝国桜木。いや、いいですよ。こうやってネタになるっていうのは俺、本当にいいですけど、僕はそこまで、右寄りでもないですし、ボロクソ言うつもりもないんで、そこだけは分かってます。アジア統制、アジアの中で日本、世界の中で日本、そして僕たちの生活が豊かになればいいなという気持ちで僕はこういう発言をしてるし、そういうメディアとか情報とかを、まあ駆使してじゃないですけども理解した上で日頃生活してるということです。うん、とやかく言うつもりもないですし、ロシアとか中国とか韓国とかね、まあ今やったら、まあアメリカもそうですけど、まあ TPP もそうやけど、とやかく言うつもりはない。ただ、世界における地位の中で日本っていう国が、まあ優位に立っときたいなということですよね。まあ東京オリンピックのこともありますし、そこに疎い日本人っていうのが、お前らはアメリカから洗脳されてるんだぞっていうことを伝えたいだけですよね。わかります？なんで日本が戦争に負けて、
なんでこんな生活、要は洗脳されてるわけですよ。なぜじゃあ人を殺してはいけないか。昔なら OK だったんですよ。人を殺すことが正義だったんですよ。じゃあ人を殺しちゃダメだ。誰が教えてくれたんですか。知らないですよね。多分知らないと思いますよ、皆さん。じゃあ、どうしようかな。まあ、軍事ですよね。今じゃあ沖縄で起きてる問題、まあよくある普天間基地とかもそうですけども、まあじゃあ、日本っていうのは軍事力を持っちゃダメだということを誰に言われたんですか、それは。アメリカですよね。なぜじゃあアメリカにそれを言われるんですか。戦争に負けたからですよね。じゃあ今じゃあ竹島、そしてまあ領土問題いっぱいありますよ、いろいろね。まあ島国に襲われて、そしてニュース見てるでしょ。でニュースの出てる人、コメンテーターの人たちがいちいち言わないじゃないですか。じゃあなぜいちいち言わないんですか。それは誰が決めたんですか。アメリカですよね。じゃあ自分の家が勝手に知らん人入ってきて、で荒らされて帰っていかれて、もうええか、ごめん、もうええな、もうええな、もうええな、わかるわかる、もうええけど、じゃあなぜそれをされてイライラしないのかなっていうことは、お前らは洗脳されてるんですよ。そういうことが言ったら KY だとか言うことによって右寄りだとかいろいろ言われるから、分かってないだけじゃないですか。でもおそらく10年20年経った時に、じゃあ俺らの生活が危まれるってことはあるからね。会った時に初めて気づくと思うね。あ、桜木類、そういえばこの10年前言ってたな、ああいうことを。なんで私気づかんかったんだろうって思うことがあると思います。っていうことだけ言っときます。はい、っていうことだけ言っときます。っていうことだけ言っときます。だから10年後にお前らが多分気づくと思うから、よろしくお願いします。はい、ということで、もうほんまね、ニコ生ってやっぱそうなんですよね。ニコ生ってそういうことなんですよ。ニコ生ってそういう人たちが多いからね、ほんと多いんで。まあ僕はでもそうじゃないですよ。僕はそうじゃないですけど、ほんまに。やめようやめよう。短い話でいこう、短い話。でも、まあ、ニコ生の中のナイトチューブ。ナイトチューブの中でやっぱりホストの話、ホストの話でいくとやっぱりクリスマスの話になってくると思うんで、クリスマスの話だけはやめようかなと思いますよね。まあクリスマスよりやっぱり年越し、まあそして正月、三が日もね、あると思いますけど、でも毎回あるあるやねんけど、くじ引くやん、正月に。で、今日とか出たらもう一回引くみたいなやついるやん。俺いいと思うね、あれ。大吉出るまで引いたれって思う。うん。全然お金自分が払ってるわけやん。自分がお金払って満足できないくじを俺は引く必要がないと思うんで、俺は大吉出るまで引くし、吉とか、でも俺は無理やから、それがいくらかで決まる、毎年かける10ぐらいを、まあ、なんやろ、お金その神社に払おうかなって思いますよね。まず神社行って賽銭するよりかくじ引くんですよ。くじ引いて、あ、今日出た。じゃあ2回目引いた。吉出た。3回目小吉出た。次末吉出た。もう1回今日出た。6回目でじゃあ大吉出た。じゃあ1回300円やったら、まあ要は、サブ6、18、1800円。かける10の1万8000円をお前は納めろと思う。これが一番いいと思います。だから大吉出るまでやれと思います。大吉出るまでやってください。お願いします。見た？ジャルジャルの M1 のやつ。めちゃめちゃ重かったよね、あれね。もうええわの、あれ時やばかったよね、ほんま。博多華丸大吉の大吉出たら、とりあえずはやめるかな、俺は。俺はとりあえずやめるよ。うん。とりあえずやめるかな。うん。100円なのか3000円なのかってことか。大吉より今日の、がいいって聞くよ。まあまあ言いますよね。その前を向けるか後ろを向くかみたいなことでまあ騒がれてますけども、まあ大吉に越したことないよ、そんな、うん、だって今日引いた時点で結ばなあかんわけやん。あの手間省けるからね、うん、って考えたら大吉じゃないです、うん、ラッキーマンって昔あったよね。あれおもろかったよな。あれはすごい面白かった。ついてない陽一、変身したらラッキーマン。で、努力マン。勝利マン。あと、何だっけな、スター、スター、スターマン。
なんかいたよね、スーパースターマンみたいな、懐かしかったけども、あれを見て、よく眠ってた記憶がありますけども、あれ漫画で見た方が面白いよね。クレヨンしんちゃんとかも、あの僕あの実家に全巻あるんですよ、クレヨンしんちゃん。これも不思議な家なんですけど、クレヨンしんちゃんってアニメで見るより漫画で見た方が面白いですよ。なのでぜひクレシンを漫画で見てください、お願いします。昔流行ったアニメなんかあります、10年前、15年前ぐらいがいいかな。まあ、ドラゴンボールとか、まあ、そのメジャーなところはちょっと避けて、ちょっとやってたなぐらいの感じで話広げれたなと思いますけど、僕一応27歳ですよね。27歳です。まあ、なので、まあ、20年前でも大丈夫ですね。20年、クローズ、めちゃめちゃ最近やないか。最近は映画化されたとか、そっち系やろ。そういうのなし、そういうのなしですね。大阪って言えばクローズ。全然違うからね、ジャリンコチーエが。そこら辺のブルーで言うとジャリンコチーエが。見ましたよ、僕。俺ね、未だに、まあ別に武勇伝語るとかダサいからやりたくないんだけど、ぶっこみのタクっていう漫画あったんですよね。これ多分思春期に見た人、今あんまおらへんかな、いたんですけど、一条竹丸とか、鮎川雅人とか、結構ホストでも多かったんですよ。鮎川なんちゃらとか、一条なんちゃらとか、まあ、そこの前アニメから出てきた人。僕それを、断っといてよかったなと思いますよね。まあそんぐらいやばかったですけど、ゲゲゲの鬼太郎、ゴーストスリーパー次は見た。懐かしい、懐かしいな。タクのサクセスストーリーですか。